はい、第2回の説明をしていきたいと思います。で、今回はもう早速録音していきたいと思います。今回使うネタはこれです。これを使っていきたいと思います。で、録音するのはシフトを押して4。そうするとこういう画面が出てきますので、ここで最初これがなんかこう20ぐらいになってたと思うんですけど、自分はここは0にします。で、ここの時間も最初10秒とかになってたと思うんですけど、マックスまで上げます。で、ちょっと今秒数が189秒から151秒に変わってるんですけど、実はもうこうちょっと録音して分かりやすく説明しようと思ってるので、数字がそんな感じになってます。で、実際ここで音鳴らしてサンプリングしてみたいと思います。そうするとこんな感じで音が流れると、ここがこう波形が出るんですね。で、これがここの黒い部分、四角い部分に当たらないように調節すると音がきれいに取れます。で、その調節をするのがここのノブですね、レック弦。ここを上げたり下げたりしてこの大きさのバランスを整えるっていう感じですね。あ、今ぶつかっちゃったんでちょっとあれなんですけど、つからない音で録音すると綺麗に撮れます。で、実際に今サンプルしたネタがこれです。鳴らしてみます。これもちょっと綺麗にしちゃった状態なんですけど、この最初の部分がこうくるくる回してどこで鳴らすかっていうのを決められます。で、最初はだいたい余白があるので、余白の分を詰めて頭がこう綺麗に出てくるように設定します。で、頭を出す、まあ、コツなんですけど、このオープンウィンドウっていう黄色いボタンを押すと、こういうふうに音の出てる箇所が見えるんですね。で、ここでズームをしてみると、ここから音が鳴ってますよっていうのが見えますし、さらにズームを押すと細かくここから音が鳴ってるっていうのが見えるので、ここを見ながら調節をしていきます。こっちのエンドの方はこっち側が音が削れるっていう感じです。これが今すごく綺麗な状態になったので、このまま使うこともできますし、直方したいなってなった時は F の3、このゾーンっていうのを押してください。そうすると細かくチョップされるんですね。もともとここオールってなってたんですけど、ここをゾーンに変えて、ここでゾーンのここの部分に出たらオープンウィンドウを押します。そうするとこのゾーン何個にチョップしますかっていうのがこう出てくるんですね。なので今回は細かく16個にしました。で、ここのゾーンってなってるところの位置に合わせてプレイ X、F6 を押すと、チョップしたのを鳴らすことができます。こう細切れになっててちょっと嫌だなっていう時は、イのところで回すと、イのところだけ音が変えられます。で、3のところちょっと変だなと思ったら3のところで調整するとか、そういうことができます。で、このチョップしたものをここにアサインしないとダメなんです。なので、アサインの仕方としてはエディットボタンを押します。チョップ終わりました、エディットボタンを押します。そうするとこのスライスサウンドがっていうのが出てきます。で、このスライスサウンドのここを
チョップした数に合わせて16個にします。でここはイエスにすると自動でアサインされます。で自動でアサインされるのが嫌だなって方はノーにします。でこれで Do It を押すと、ここにアサインされます。っていう感じですね。これがチョップしたってやつです。